皆様は関西5リーグ対抗戦というものをご存知でしょうか。この対抗戦は関西の5大学野球連盟にとっては意味のあるものです。今年の春、大学選手権ベスト4入りした佛教大は、慶治大学野球連盟、そしてベスト8入りの大阪商業大は関西6大学野球連盟、そして近畿大は関西学生野球連盟、和歌山大は近畿学生野球連盟、天理大は阪神大学野球連盟となります。各チームが選抜チームを作り対抗戦を行い、優勝したチームは明治神宮大会出場を決める大阪市長杯でスーパーシードが与えられ、他は神宮大会出場するには3勝なのに対し、スーパーシードはいきなり代表決定戦からの登場となります。最短で1勝すれば明治神宮大会出場できるチャンスがあり、負けてもそのまま第2代表決定戦に臨むことができます。そのため各連盟が力を入れています。関西5連盟ですが、高校時代から注目されてきた選手も多く、非常に見どころのある大会です。それでは見ていきましょう。関西学生野球連盟に出場する選手はご覧の通りとなります。最速150キロ左腕として注目される大石投手は非常にレベルが高く、また安定感抜群の投球でリーグ優勝に貢献。全国大会でも好投を見せた久保投手、ドラフト候補に上がる速球派右腕西投手、春季リーグ戦で好投を見せた水江投手、同社大の高橋投手、さらに立命館大の秋山投手と各大学のエースが登場します。野手では抜群のバットコントロールが売りの同社大杉浦選手、青木選手、高校時代から強打の遊撃手として注目された坂下選手など好野手が揃います。アリバ、アリバ、アリバ、関西六大学野球連盟はハイレベルな投手野手が揃います。井原投手、大学日本代表に選ばれた上田投手、高投手、各大学のエース級はドラフト候補として注目される投手も多く、打者では大阪商業大の渡辺選手は大学2年生世代を代表するスラッガー、投打の総合力を考えれば優勝候補に上がってもおかしくありません。
阪神大学野球連盟は天理大のショート友杉選手など主力選手が多く選抜されています。実力派も多く手強いチームとなりそうです。はい、天理。慶治大学野球連盟は、今回の大学選手権ベスト4入りした佛教大の主力選手も多く選ばれています。完成度の高い木村投手は、安定した投球が期待されます。抜群の脚力を誇る武田選手も注目度が高いです。そして近畿学生野球連盟です。今年大学選手権に出場した和歌山大から島投手、松田捕手の履正社出身バッテリー、また注目は大阪観光大の久保選手はプロのスカウトも注目する強肩外野手として評判です。